幸福な日本はですね、日本は日本人のものであると。えー、アメリカはアメリカの富裕層のものであるし、まあ中国は、えー、中国共産党のものであると。まあ、これに対して日本は古代から日本人のものであると。まあ、当たり前ですけど、あのー、そこに住んでる人たちのものである国がですね、それはもう本当に日本だけだったんですね。今でもほぼそうなんですね。 それから自然が神様だとでこれはちょっと難しいので私のブログをこうなんか読んでいただきたいんですが自然に神が宿るんじゃなくて自然そのものが神であるというのが日本の宗教の考え方だとそれから男女は比較しないというこの3つの原則があるわけですねそれで今日はあの一番難しいあの文句を言われる女性の問題なんですが えー、実はですね男女を比較しないというのは男性と女性が違う人間だからなんですね。違う人間だからというともうすぐその時点で、えー、女性の活動家がカッと来てですね「何武田先生言うの!」ってこうなっちゃってですね「女だって男と同じよ」いや女の方が男よりが優れてるって言ってるんですが」なんて言うと。 そんなことないわ、それは嘘だとかって言って、ものすごく怒られちゃうんですね。ただ、私が言ってるのは、私の考えじゃなくて、日本古来の、日本の考え方なんですね。まあ、言えば、日本だけが世界で、一番上の神様が女性なんですよ。アマテラス、大神。こんな国はないんですよ。普通はジュピターだったり、なんだって全部男の神様なんですよ。天なる父よなんですよ。 キリスト教なんて天なる父よってこう言ってますよ。お釈迦様もやっぱり男なんですよ。ところが日本だけが女性なんです。で、これはどうしてかっていうことなんですね。それと男系男子相続の天皇というのを二つ置いてるわけですよ。これは歴史的事実であって私の意見ではないんですよね。 <laughs> だから私が女性の問題はどこから出てきたかっていうとですねまあ2つあるんですね。一つは1,000年にわたる戦の時代戦争の時代が1,000年ぐらい続いたんですよ。大体大ざっぱに言って900年ぐらいから西暦900年ぐらいから戦の戦争の時代が続いてですねそれがまあ 大体まあ2000年までっていうか1900年までっていうか1950年までっていうか続いたんですね。で戦っていうのはやっぱり男性が中心になりがちなんですよね。やっぱりそれは男の方が戦は強いですからね。だからそのその前の1000年っていうのは女性が中心だったんです。これで私がいつも言うように。 えー、紫式部とか真っ赤の清少納言といった女性の人しか小説家とか三文化が現れなかったっのはなぜかということをこのブログでも時々話しているわけですがそれはやっぱり時代の流れなんですねだから今まで1950年この前の戦争が終わるまでですねのことをしょっちゅう女性の活動家言うんですよいや「あなた歴史勉強しぐらいよ」と僕言いたくなっちゃうんですね。 その1950年までっていうのは特殊な時代ではあったんですね。まあ日本はだいたい3万年ぐらい続いてますから今のところ、縄文時代からですね。まあそういう点では、えー、そのおそらく3万年のうち2万9千年はですね、えー、女性が中心だったと思うんですよ。で、最近の1000年がですね、戦争の戦の時代だったもんですから、そこで一つは大きく、 影響を受けたそれでも随分、うん、そうじゃなかったんですよ。それでもそうじゃなかったんです。あの大名の戦争の時の大名の大名とその奥さんの関係が随分これは歴史的な文章あるんですが奥さんは決して大名に従属しておりません。あなたは戦で死になさい。私は実家に帰るかあなたが死んだら実家に帰るかそれとも一緒に自陣するかは私が決めますと言ってます。 ま、全くその通りで、えー、男が女にですね、俺が死んだらお前どうしろって言ってる例はほとんどありません。これはあの僕はですね、ある時に、大名の、えー、妻は全く人権がなかったっていう人がいてね、いたもんですから、それで僕は本当かなと思ってです、ね、調べたことがあるんですね。全然それは嘘だってこと,が分かりましたところが、もう1個出てきたんです、これがややこしいんですね。 あと二つかな出てきたんですね。一つは、1970年ぐらいに進んだ家電製品の普及ですよ。これは大きいんですね。あの女性の指導者でこういうことをきちっと言ってくれるといいんですけどね、なかなか感情的で言ってくれないんですが、家電製品が出てくるまではですね、女性はですね、時間がもうとにかくなかったんですよ。何しろ冷蔵庫ないでしょそれから瞬間に若しくないわけですよ。 だから何をしたかっていうとお湯を沸かしてなんとか赤切れを防いでそれから夏はですねほとんどもうこう朝昼まあ極端に言えば朝昼晩食べ物をちょっと買いに行かなきゃなないっていうぐらい置いとけませんからね腐るから今みたいに冷凍しるときは1か月とか冷蔵すてる時は23日なんていうことでなかったんでしょっちゅうしょっちゅう買い物に行かなきゃいけなかったんですよ。 だから洗濯機はありませんからね、ゴシゴシやったわけですよ。もう大変でね、おしめなんてな、今みたいな、あパックで捨てられるおしめなんかありませんからね。布のおしめでうんこいっぱいついてるやつ、一式目洗ったわけですよ。だから、掃除、洗濯、ご飯作りも大変だったわけですね。それで、男の方が、それじゃそれに手伝えばいいんじゃないかって。いや、そんな余裕はなかったんですよ。あの、男の方はですね、もうとにかくね、クワを振るってたんですよ。 もう桑を振るうのは相当な重労働ですからね女にはできないんですよそういう装置がありませんでした耕運機とかですね <laughs> だから自動車とかありませんでしたからもう種をまいてとにかく田んぼを作って種をまいて普通はその内視なんか作るんですがまあそういう細かいことやってですね草取りから何からもう重労働なんですよこれはあの 最近非常にいいビデオがですね、金ヶ崎だったかなんか農業組合が作ったものがありますから、昔の農業っていうのがありますから、それをご覧になるとはっきりわかります。えー、昔というのが一体どうだったのか。もちろん農業の人があの90%くらいいましたからね。ですからほとんどそうでした。で、その頃の男っていうのはそんなんでですね、それで男性は労働でヘトヘトになって、筋肉使ってヘトヘトになって43歳で死ぬ。 女性も火事,が火事ででヘヘトヘトになって43歳で死ぬ。これは1920年今から100年前の日本ですからねだからそのくらいのことはねあの議論してあのスタートしなきゃダメなんですよ。それから3番目の,その現代の女性の難しさはですね寿命がかつての43歳からですねほぼ100歳になってきたってことなんですね、まあ、今88ぐらいですが。 ということはどういうことかってうと、女性はですねあの生理とか子供を産むっていうそういうものすごく大きなことがあるわけですよ女性は子供を産めるからこそ僕が言ってるように女性の方が上だって言ってる一つの大きな原因なんですがそれが50歳でほぼ打ち止めになるんですよそうしますとね昔の女性は子供を産み子供を育てながら人生を終わるんですねそこで終わるんですよところが今の女性はですね 人生の全般性が、えー、子供を産み育てる人生でありですね。それだからこれがまた勤務との関係で難しい問題が生じるわけですね。と,ところが後半戦はですね50歳から以上は子供を産んだり育ったりすることのない女性というのが出現したんです。これはね本当にねもう人類史上というか動物史上初めてなんですよ。 子供を産み育てないで50年も生きている動物なんていないんですよ。あの、半分はそうですからね。そうすると、まあ今はもうおばあちゃんと言えないですよ。昔はおばあちゃんと言えたんですけど、今はおばあちゃんでもないですよ。人生の後半ですね。人生が2つあるんですよ。男よりかもっと明確に女性は2つの人生があるんですね。50歳までが子供を産み育てる人生。いや、これ子供を産み育てることに女性の 活動制限症とかそういうケチクサ班じゃないですよ。女性の幸福を考えて僕言ってるわけでね。ところが後半っていうのが生まれてきたんですよ。これはどのくらいの時に生まれてきたかっていうと、80歳平均寿命がなったのが2000年ですから、もうごくごく最近なんですね。だけどもごくごく最近だってもうすでに日本人の女性は100まで生きるんですよ。そうすると残りの50年は、 子供を産んだり育ったりすることのない女性というのが出現したんですよ。この、これに対してどういう人生を送るかというのはもう全然、僕はもう女性の活動家ものすごくもう恨みあるんですけどね、罵倒されるから。全然考えてないんですよ。やっぱりそこの人生はですね、子供を産んで育てるということがない女性の人生が豊かでなきゃいけないんですよね。だからそこはどうするかってことなんですよ。 それをね、男女共同参画室なんつうのはね、大体いい男女共同参画室ってあのデータを差し食ったんですよ、ある女性が。<laughs> だけど、そういうことしたって何の役にも立たないんですよ。で、今はですね、その、それを積極的に解決しなきゃいけないんですよ。かつての日本人、1万年ぐらい前の日本人がですね、えー、女性は大切だっつってしっかりした、 え、組織を、考え方を作ったわけです。それでアマテラスオミカミがいて、児童天皇もいて、まあ女性の天皇ですかど紫式部もいて、そういう時代を作ったわけですよ。紀元1000年まで。その1000年から戦争の時代が続いて、若干それが変わってきた。だけども幸いなことで1950年に戦争が終わった。それと同時に家電製品ができて、 えー、家庭のことをしなあの全力でやらなくてよくなったこれは男性もそうですよ男性も,もうすぐ男性は男性はと言うんでね嫌になっちゃうんですけどえー、ちょっと今録音ができてるかどうかわかんなくなりました、ね、今チェックしておりますが、えー、録音できてると思いますがえっ、ー、ともう女性のねあの活動家とも話したくないんですよ <laughs> すぐ男性はどうなの せあのかか家庭のことだけで時間が取られなくなった。それは男もそうじゃない。いや、そんなこと言ってないって。男と女を比較しようなんて気がもともとないって言ってるんです。女性は女性のく <laughs> ちょっと僕買っときましたね。幸せを考えているんだって言ってるわけですね。つまり、えー、えー、その家電製品があれして家庭の時間がなくなったこと、それから寿命がやっぱり、 倍になって、えー、生理のない時代ですね、簡単に言えば。えー、それが倍になったこと。まあそういうことをもってですね、新しい日本の幸福な女性の生活というものを本当に真剣に真正面から私は考えなければいけないと思うんですね。戦争が終わり、えー、家電製品ができ、 そして、えー、寿命が50、50年伸びたと。その中で、女性の人生をどう考えるかってことなんですよ。女性の人生っていうのはね、男性の人生がよっぽど難しいんです。男性はね、子供を産んで育てる機能がないんで、機能が備わってないんで、シンプルなんですよ。男性が優れてるとか優れてないとか、そういうことじゃないんですね。もともと機能がないから、調和させることが必要ないんですよ。 子供を産む時に仕事を休まなくていいかなんていうことを議論するのは女性だけなんですよ。男はもともと産まないからね。お腹は大きくなりませんから。おっぱいもついてませんからね。胸におっぱいがついてるとこれ非常に大きくて体は全部なんですよ。あの見かけはおっぱいだけお乳やるだけみたいですけど違うんですね。言語こ子供に言語を教えるとか子供がトラブった時におしめ変えるとかいうその能力っていうのは女性にしか備わってないんです。 ところがこの前ね、僕はショックを受けましてあるテレビね、やってたらね、そこで女の人から、の我々若い女の人から投稿がありましたね。例えば、えー、女性は年金を払ってないから年金を受け取る資格がないとかね、それから子供を産んだんだから夫婦二人で同じように育てるべきだ。いやね、これも私も唖然としたんですよ。っていうのはですね、その、なんていうのかな、 それこそ本当にあの、現在のリベラルで女性の味方のような顔をしてて女性の敵の人たちの言ってることなんですよ。いや、主婦というのはものすごく貴重な職業で、そこにお金を、あの、払わなかったっていうのが問題であって、その、だから年金なんかの問題で女性が不利になった。それから、二人で子供を産んだんだから二人で育てるべきだなんていうのはね、 そういうべき論で幸福は得られないんですよ。それ得られれば簡単ですけどね。だその前にもしやるんだったら男に子宮を移植しておっぱい移植しなきゃそのことができないんですね。それは細かくこれから検討して私のこの目的はですね、せっかく日本が世界で唯一 男の幸福と女の幸福を別に考えるという基盤を持っているのでそれを使ってですね、えー、寿命が100歳になり家電製品があって家庭のことをやらなくてよくなった女性がですね本当に幸福な人生を送るためにはどうしたらいいかそれが検討した結果ですね男女共同参画になるならいいんですよ。 しかし今の男女共同参画というのは、言ってみれば女性を不幸にするために、その男と同じことをすればいいと。男と同じことという発想自体がもう男女平等じゃない、平等っていうか、平等男女が平等ってダメなんですけど、女性のことを考えてないんですね。男と同じことをすれば女性は幸福になるって、そんなこと絶対ありませんから。だいたい男はずいぶん不幸なんですからね。<laughs> ということで、えー、少し気を取り直しまして、 えー、日本が女性を、その、もちろん日本というのは常に女性を人間として見てたんです、えー、ヨーロッパは悪いけど女性を虫けらとして見てたんですよ。キリスト教もこれ悪いけどちょっと言いたくないんだけど、男であるアダムのアバラボ骨からイブという女性が生まれたっていう考え方なんですよ。日本だけが女性を尊重してる。尊重してるっていうか、尊重も平等もないんです、日本は。 えー、女性も男性も等しく人間としてこの日本の土地で幸福な人生を送るべきであると。これが日本の基本思想であります。